大田健吾は、埼玉県川越市出身のプロ野球選手。宇藤左打。東京ヤクルトスワローズ所属。愛称は、ケリー。1歳上の兄の影響で小学校2年生時、南古屋レーダースで野球を始め、川越東中学校時代は、所沢中央シニアに所属し遊撃手としてプレーした。川越工業高校では1年生の秋に、遊撃手でレギュラーを獲得。 投手を兼任し、通算で2試合に登板。3年生児の夏の甲子園、埼玉大会では17打数9安打、打率、529、6打点を記録した。2学年先輩に、加納幸和がいる。2014年10月23日に行われた、プロ野球ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズに8巡目で指名され、契約金1500万円。 年俸百七十万円で合意し、入団した。二千十五年は2軍で九十三試合に出場。二類種部門で、イースタンリーグ最多の八失策を記録した。二千十六年、七月九日に出場選手、登録されたが、出場機会はなかった。二千十七年、七月十八日の台東北楽天ゴールデンイーグルス戦の七回裏に、ダイソーでプロ初出場し、 その後二塁の守備についた。20日の大楽天戦では途中出場すると8回裏にプロ初打席に立ち、結果は中堅守への飛球だった。23日の対埼玉西武ライオンズ戦では7番二塁手でプロ初先発出場し、4回表の第二打席でプロ初安打となる投手への適時内野安打を打ち、同時にプロ初打点を記録した。 9月7日の大楽天戦では7番2塁手で先発出場し3回裏の第一打席でプロ初本塁打を打った2018年は54試合に出場し打率194 5打点だった2018年12月11日秋吉良谷内良太との2対2の交換トレードにより高梨博俊氏と共に東京ヤクルトスワローズへの 遺跡が発表され、12月13日に公示された。2019年は、4月5日の中日ドラゴンズ戦で5回に、代打で出場すると、またよ樹かから遺跡後発安打となる適時2塁打を打った。20日の中日戦では、リュウ・ユウヤからシーズン初本塁打を打つ。5月1日の横浜 DNA ベイスターズ戦でも1番3塁手としてスタメン出場すると、 一回表に、大抜き新一から12球団最速の令和初となる安打を記録した。甲府町の波も大きく登録抹消もあったが、主に坂口ともたかに代わる一番打者として、自己最多の90試合に出場し、打率251を記録した。また13失策を記録したが、内野の全守備位置についた。2020年は4試合出場したのみに終わり、 前年より大幅に数字を落とした。高校時代の50メートル走のタイムは6秒1。遠投110メートル。高い身体能力を誇り、巧みなバットコントロールとパンチ力を合わせ持つ。内野全ポジションを守れるユーティリティープレイヤー。ヤクルトに移籍後はスイングが非常に鋭くなり、一軍で十分活躍できると、岩田博和から評されている。2019年12月に、 日本ハム時代から交際していた女性と結婚、ありがとうございます。